見過ぎ。はい。残りあと5分だ。なんとか逆転を狙おう。だが翼や俺のマークは厳しくなるぞ。見過ぎくん。あと、ここで日本は新田に変えて見過ぎを投入だ。ガラスのエース、フィールドの貴公子見過ぎ潤。アルゼンチン戦で初めての出場だ。任せたぞ。ああ、見過ぎくん。時間がない、行こう。よし、みんな逆転だ。ここで見過ぎさんの交代は絶好のタイミングですね。さあ見過ぎが入って試合再開。頼むぞ見過ぎ。日本チーム、ボールを見過ぎに集めて上がっていく。大空をマークしているディアスはこれを追えない。お前には絶対ボールを持たせない。翼にばかりこだわるなディアス。俺の相手は翼だ。ディアス、ディアス、ディアス、何しているんだ。アスカルが抜け出した。そして横から水着が立ちはだかる。渡すか。水着がボールを取り返した。そう、蝶のように舞い蜂のように刺す華麗なプレイ。これぞフィールドの貴公子水着順のプレーだ。日本にはまだこんな選手がいたのか。見過ぎ、心臓病というハンデがなければお前は日本一のプレイヤーになっていたかもしれない。ゴール前、見過ぎくん、こっちだ。シュート、いやパスだ。ナイスパス見過ぎくん。大空のボレーシュートか。立てるか。よし、何、見過ぎくん決めるぞ。監督やみんな、そして僕のためにも、いけ。ゴール、心臓病を背負うガラスのエース見過ぎの豪快なオーバーヘッドキックが決まった。逆転ですよ。よし、もう行っていくぞ。このまま一気に攻めよう。